それで僕ならやりゃいいのにとか思ってました。ああ、オウは逆に怪我で、怪我できないから、うん、どっかで自分の区切りをつけたっていうのがそのタイミングでしたね。怪我の方が怖かったから、うん、なるほど。だからお金出してくれてできないっていうのを申し訳ないじゃない、うん、でサッカーを取り巻く環境っていうのは絶対今の方がね、間違いなく良くなってると思うし、僕はがっつりその現場にいないから日本サッカーがどうなっていくのかなっていうのはちょっと思ってる部分があって、前園さんが2005年に引退、はい、で大倉さんは2006年、はい、で山口さんは2008年。8年までだったの。長いね。35か6年。サッカー好きなんだね、うん、家のローンがあったからローンですよ大事だね大事大事、うん、まあ、それぞれ引退を同世代が引退していくっていうその時期ってどんなお気持ちだったかなと、例えば前園さんの引退を知った時どんなお気持ちだったかな。あ、俺が一番早いのか。ああ、そうです、前園さんが一番早い。うん、いや僕は別にそんなあれでしょ。いやでももうこれもう足がもう言うこと聞かなかったんですよ、うんうん、諦めない男比江島慎、国際大会で負け続けた数10、勝ち続けたいから努力をする。諦めない男はかっこいい。チャップアップシャンプー。でも、ま、毎回、まあ、パフォーマンスもありだしつって、それこそ甲府行った1年目の時に自分の、母親には俺はそうしかもう死んないからって見に来てもらってるんですけど、もうちょっともう無理かなっていう、朝起きたらもう足の痛いかどうかの確認から始まって、もうしょっちゅう痛いのは多くなってって、もうそろそろ限界かなっていったところもあったんでやめたんで。でゾノは やめるって言ったから、あの体動くならやりゃいいのにとか思ってました。ああ、オウは逆に怪我できないから、うん、僕なら全然やった方がいいのにとか思ったけど、まあでも引き際の美学はね、その人が決めることなんで、全席で辞める人もいれば最後まで粘り強くやる人もいれば、人それじゃ僕みたいに怪我で、確かに、まあまあオグみたいにその怪我で、あ、ちょっとやりたくてももうできないなっていうんじゃ僕はなかったから、逆に言うと、まあ多分カテゴリー下げればもしかしたらチームもあったかもしれないけど、まあでもなんか最後、クロアチアに俺テスト受けたんだけど、でもそこでもう合否出なかったら自分の中でもうやめようと思ってたんで、まあでもそれでもやっぱり半年ぐらいなんとなくこう、あ、でももうちょっとやりたいかなっていうちょっとこう悩みながら、でもまあもう決めるときには決めて、あ、もう次行こうっていうには、決めるときにはもうスパッと行きましたけど、まあ、それまではやっぱり、サッカーやるって楽しいし、まあその繰り返しでしたけどね。まあ、だからもう最後報告に行って、カーブさん報告行って、でそこでラモスにばったり会っちゃってビーチサッカー、ビーチサッカーの方で、うん、でそこでお前何してきたんだって、うん、やめんのかっつって、もうちょっと待てって、俺監督やるからその時呼ぶからっつって、もう 2,3 年やれって言われたの覚えてない。でもその後ビーチサッカーで一緒にやらせてもらったんですけど、でもそれが2006年だったんで、うん、あんまりだから年齢とかそんなに31だったと思うんですけど、僕32だったそんなに考えてなかったけど、やっぱりどっかで自分の区切りをつけたっていうのがそのタイミングでしたね。あ、小倉さん引退するんだとか、そういうのとかはそんなに、そこはセンシティブに同世代がなるっていう、うん、その別にそのさっき言ったように引退はそれぞれなんで、まあ小倉は膝の怪我あるのはもちろん知ってたし、まあ、最後一緒にやったのは、まあ、東京ヴェルディになってからだから、まあ、もちろんそんなこともずっと見てるし、まあ、逆に言うと引退してからの方が長いんで僕らの人生は、まあ、終わってもまたどっかでこうつながるなっていうのはあるから、その引退したのに対してどうのこうのってのは別になかったですけどね。山口さんはどうですか？山口は2008年とは知らなかった。一番長く続けられたってことですね。そうですね。そうだよね。町田に地元に最後チームもあったんで、そこで最後やりたいなっていうのもあって、で家のローン
長くやんなきゃっていうのもあったし、ね、まあでも本当に続けられるもんだったらもっとやりたかったんですけど、もうやっぱ最後もう自分も本当あの怪我が肉離れ多かったんで、で最後ね、あとシゲも同じなりであるじゃない。ああ、そう、うん、そうだね、シゲだね。石相模原で最後声かけてくれたんだけど、うん、怪我の方が怖かったから、うん、なるほど。だからお金出してくれてできないっていうのを申し訳ないじゃない、うんうんうん、ここら辺かなって感じだよ、うん、何歳、うん、36 6、うん、まあ、今だとね36でもまあ普通に言っちゃいるけどね、うん、例えばお二人が引退するときとかは そんなにあのなんと自分のことで何と思ってないです、でも、へえ、人の引退であんな多分選手ってさそんなにね あまり 気にならないっていうか、でもいやオーグはやっぱね怪我あったのも知ってたから、うん、もう頑張ったなっていうの正直ね、うん、もうぜ前十字後十字やった選手ってやっぱなかなかベストパフォーマンス戻れない選手の方が多いから、よく本当ここまで頑張ったなっていうのは遠くからで、あの思ってましたね。でゾノはもうなんか絶対ゾノもカテゴリー下げたら絶対できたと思うんだけどさ、うん、絶対そういうタイプじゃないからそんなそれ俺ね最後もう OL みたいな給料やってたから、ね、そうそうだそうよそうそうほんとほんと、もう そういう多分プライドは多分、うん、あのないと思うから ね、うん、あのね、そうだろうね、うん、そこまでしてって思うでしょ、うん、だから今さっき言った地元に今鹿児島だったらユナイテッドがさ、うん、J に参入してるけど、うん、そういうのがあったら、まあ、もしかしたら違ったかもしれないですね、うん、なるほど。あ、だからまさにそういうのを含めて今の時代と皆さんが現役だった頃ってどう変わったかなっていう印象を持ってます、まあ、J リーグ一つとってもね31年目でしょ。だそれ考えると日本的な当たり前のようにブーム的なものがあって、でその年その年でじゃあ見てる人たちが、まあ、40代50代多くて10代20代少ないとかいうその問題はありますけども、だからその時代時代でなんかいろいろ違いますよね。例えばスタジアムの雰囲気も本当女の子多かったしまあでも相変わらずそれこそじゃあブラジルとかね南米比べれば女性は比率多いし、家族比率だって僕らの時はこうスタートだったんでブーム的なのも味わったし、うん、でそこからこうぐっと下がっていくところも見てきたしっていうような時代ですよね、うん、いやまあどう、だって本当プロのチームも10チームの時代から今60チームになって、うん、でサッカーを取り巻く環境っていうのは絶対今の方がねあの間違いなく良くなってると思うし、まあ、選手もそうだし指導者もねサッカーの仕事がすごい多いと思うんですよ、うん、本当サッカーで食べていけるし仕事あるし、昔と比べてあの本当にサッカーやってればね何らかの仕事はね、うん、つけるんじゃないかっていうのは、うん、昔よりは本当全然あるなっていう、うんうん、指導者もそうだよ本当今逆に指導者あの少なあの探してるもんやめてあの足りないところ多くて、うん、地元に帰る場合結構チームあったりね、うんうん、60チームだからね、本当だね、うん、オリジナル10だったもんね、そうそうそう時は、うん、スタートね、うん、それ60以上でしょ、あとね JFL もそうだし、うん、社会人もねまだ上目指してるとかあるしね、うん、だから今もう山も言ったように60チームあって、でまあ奥のとこもそうだけど、まあ、もちろん JFL その後 J を目指すチームっていうのはもう100以上あるって今言われてる中で、でオリンピックも4年ごとワールドカップも4年ごとに出てて、で僕らの時はその海外でプレーしてる選手っていうのはあのオリンピックの時もいなかったし、メンバーにも誰もいなかったし、今はもう当たり前にいるんで、まあ明らかにその環境を含めて日本のサッカーが変わってきてるのはもう間違いないし、で逆にこれからなんかその
どうな僕はがっつりその現場にいないから、日本サッカーがどうなっていくのかなというのはちょっと思ってる部分があって、あのスタジアムじゃあ満杯になってるのかってのはなってないし、でなでしこもこれから開幕するけど、なでしこもプロとしてやってるけど、スタジアムを見たらやっぱ人が入ってないから、じゃあこれをあの、まあ、今運営やってるからね、運営やってる行くの本当大変なんじゃないかなとか思いながら、どうやってこのサッカー界を成長させるのかなっていうのは今すごく思ってますね。なんか外から見てて、で番組が減ってきて、オグもスーパーサッカーとかやってて少なくなってきたけど、今 J リーグが頑張って各地域で番組を作るようにして盛り上げてきてる中で、どうやったらこうチーム数も増えて海外に行く選手も増えて、裾も広がってきたけど、これからじゃあ野球をこう越していくにはどうするのかなというのはなんとなく思ってます。なんか一時期その J リーグブームの時はこう野球をこう越すような感じだったけど、やっぱり試合数も少ないし、サッカーの方が少ないのにスタジアム満杯になんないから、これってどうやってサッカーでこうチームが成り立っていくのかなっていうのは、なんか外から見ててすごく思う。まあ週1の試合で、うんうん、確かに。あとさっきのお話じゃないですけど、やっぱり選手、生命というか引退時期もやっぱ野球より早いですよね、サッカーの方が。30半ばぐらい、平均27歳ぐらいとかって言われてる、ね、そんな若いんですか。平均で言うと27歳、そんな若いんですね。今の時代の羨ましいところって皆さんあったりしますか？羨ましいって言い方がいいのか分かんないですけど、チーム数があるからやっぱ選手さ、切られてもいろいろ選択肢あるからね、うん、であとアジアもタイであったりさ、なんか日本人が入ってるし、東南アジアとかね、まあ、海外でも、まあ、ヨーロッパでも、まあ、チャンスがあれば、まあ、そういう環境があって、まあ、それこそ僕らの時にあまりなかったエージェントが普通にいて、あのまあ行けるチャンスっていうのは選択肢は増えてると思うんですよね。そこはまず違うかな。まあ羨ましいっていうのはそれはまあちょっと時代が違うんであれですけど、まあそこは一つあるかもしれないですね。そうね。そうだから いろいろ違うんですよ。ちっちゃいとこから、まあどうかしないけど、僕らの時の中学のサッカー部の監督はラグビーしか知らない人だったし、指導者ってとこ、ね、指導者って言ってたところが、確かに。だからトレセンとかそういったところで教えてもらうぐらいで、じゃあ何て言って自分たちやるっていう、だからそれが全部悪いわけじゃないとは思うんですけど、いろいろ今の子は逆にこうある分マイナスな部分もあるだろうし、うん、まあそれはあるんだろうけど、それでもやっぱり今の子たちの方がいろいろ見るものも含めてマインドセットじゃないですけど、やっぱりね、遠くあるものって山が言ってましたけど、それがもう普通に行くものってなった時にもうそこでマインドが変わっちゃいますよね。だからそこはもう大きく違うのかなって今の子たちはね。だからそこは当たり前に行く、じゃあ海外の方が普通にできるよね、リバプールのどうやってんじゃんみたいな、うん、っていうところと、さっきのね、あのこの間のリアクションじゃないですけど、アーセナルリバプールのレギュラーで考えられなかったっていうのがマインドなんですね、うん、そこはもう全然違うんだろうなっていう意味では、今の状況っていうのは僕らの時よりもだいぶ違っていいんだろうなっていうのがあるんですね、基準が、うんはい、今じゃあサッカー見ててご自身たちの後輩の世代とかですごかったなっていう選手とかっていらっしゃったりするんですか？俊介、小野伸二はもう、まあ、これはちょっと違うなっていう、初めて下の世代で思ったのは松尾世代。山口さんいらっしゃいますか、後輩で？なんか山は誰認めてる選手、下の年代でこいつうめえの、うん、だからヒヒデなんかもそうだし、うん、もう世界で本当。でもヒデは山の好むタイプじゃないでしょ、プレイヤー的に、プレイヤー的にはそのタッチライン割っちゃうパスじゃん、ロージさんとは違うでしょ、ちょっともう少しテクニカルな選手。サッカーで上手いってさ、うん、結果残したやつじゃない。まあまあそうだよ、もちろんもちろん、もちろん。だから俺もそこなのね、うんうん、いいから上手くても結果で残してなかったら、うん、それ上手いって言わないと思うし、うんうんうん、だからやっぱりもうスクゼット取ってるヒデであったり、うんうん、まあ、ヒデは知ってるけど、まあ、香川選手だったり、うん、海外出て結果出してる、
って日本人の本当活躍する難しさっていうのも俺も1年ブラジル行って分かるし、うんうんそんな中で本当レギュラーとってスクデットとかね、うん、取ってるのは本当 すごいよね、うん、確かに、うん、前園さんそういう 後輩でっていうとどういう、いやでも、まあ、やっぱり今の選手たちは、まあ、明らかに、まあ、僕らの頃とサッカーも違うしその、まあ、質も違うし、まあ、その中であのそれこそ冨安とかそのビッグクラブだけじゃなくて、まあ、ブンデス見てもレギュラーで出てる選手たち、まあ、伊藤洋輝なんかもそうだけどそのサッカーのスキルだけじゃなくてそのメンタル的な部分その海外でずっと生活してで日本人じゃないところで認めてもらってやっていくっていうのはやっぱ大変なことだと思うんでやっぱそこでレギュラー取ってずっと出てる選手たちやっぱすごいなって思っちゃいますね。うん。まあいろんな壁が多分あるんで、うん。それはもう別に誰ってことじゃなくてみんなそうですね。はい。ヌーさんにとってかっこいいとは？ベリーディフィカルトなクエスチョンなんだけど、ワンワードでスピークするとノーギブアップってことかな。中身がないって？髪の毛はあるよ。ウルトラ育毛剤チャップアップ。今もう皆さん50歳をこう過ぎられて、50歳過ぎられて、今その50歳過ぎた今振り返ってみて、まあその生き方なんかも含めて、同世代のベストプレイヤー一人選ぶとしたらどうか誰かなっていうのは難しいそれ。同世代振り返るとだってもう何人かしか何人かっていうかやっぱ結果残していたって言えばやっぱゾノなんかさアトランタ俺はそれしかないよ。いやでもそこはでもさアトランタにやっぱあれ連れてったのゾノじゃない、うん、まあね28年ぶりだからね、うん、あそこからだからね始まったのねオリンピックね。俺ら世代でワールドカップで出てんだあれエスケハット同級生じゃん。同級生の四中高じゃん。うん、ASK ハット？二人出たっけ？あれハット出てるっけ？ハット出てる。え、ハット出てないっけ？出てないんじゃない？出てる？ ASK だけじゃない？俺。ASK はね出たよね。98年出てるじゃん。そう出てるね。73年じゃあ ASK だ。ASK ですよ、ね。決まった。釣り人の ASK。いいの結果だから結果だから誰だ話しててさじゃあお前ワールドカップ出たことあんのかって言われたらさ終わっちゃうないやそうよ、ね、えそっか出てない、え出てる、はい、え選ばれてる出場大会1998年フランスワールドカップ出場何戦に出てたんだろうグループあいや、ただメンバーに入ってるメンバーには入ってますねだからハットとエースケ2人俺らの世代で2人ですじゃあ2人ですこの2人ですね、はい、やっぱりあの海外に行ってお前いつのワールドカップ出てるって言われた時に、うん、やっぱもう言えない時点でダメだもんね。そうそう、うん、俺98年のフランス大会出てるって言われたらもうそれはもう海外はもうそこなんで、なるほど、結果それで服部さんは日韓も出てますね。2回2大会じゃあ服部です。ハットで。ハット何て印象ないだちょっと、印象ないんだよ、ハット。エースケはもうちょっともうやっぱ1回もすごいけど、やっぱ2大会連続ってもハット。ハットじゃあハット。イノシシ。ハットントン。ちょっと申し訳ない。すげえなぁ、あと2回。代表入りしてますね。はい、それすごいよ。服部さんってやっぱ真面目な感じだったんですか、元気の時。もう黙々と自分の仕事をね。確かにね。上下運動は、うん。言われたことをもうとにかくしっかりと、うん、言われたタスクをこなすっていう。うん、なるほど、なるほど。頑固だしね。頑固だしね、うん、2大会入ってんですね、はい、ほう印象ないなあいつ
まだエスケのがなんかのフランス大会なんか出てたじゃん、バディでやってたよ、そう、そのイメージがあるから、うん、出場してます、そこ重要かもしれない、そうそうそう、そこでまたエスケと変わるかもしれない。またえ、そのずっとベンチっていう可能性もあるでしょ。そうですね、うん、ちょっと待ってくださいね。あ、だってあんまり印象ないもんね、ハットがグル試合数そうだね、出てたかな。エスケもフル出場だよね。エスケはだめ、全部ね、外せなかったでしょ、うん、バッティマンツーマンツーやられたけど結果ハットもだからそういう時にはマンツータイプで、オリンピックの時はマンツーだったから、やっぱり、うん、やっぱそういう選手だよね。出たっていうのが出てこないっすね。代表入りはしてるんですけど、でもやっぱ2大会連続だからハットでしょ。どっち、ハット、ハット、ハットでいい、じゃあハットだ。やっぱじゃあ2大会連続、やっぱりそうだね、まあ、もう選ばれるのもね、それはすごいよね。そう、どうですか今日、同い年の同級生集まってみてのお話いかがでしたか、小倉さん。久々、いや久々だったんで、はい、やっぱりね、同じ時代で同じところの部分で、ね、あの代表もそうですけど一緒にやった仲なんで懐かしいなもそうだし、年取ったなも思います。若い時は言ってね、そう考えたら50過ぎてんだな、うん、歴史刻んでんだな、うん、俺ら年代はと思いました。なるほど、矢口さんいかがですか。いや本当に本当に僕がどのやオグニャ の10年ぶりぐらいだったんで、うん、そんな感じはしないけどね、うん、でも本当会って話してみてやっぱり考えてることっていうのは多分一緒なんだなっていう、もう同じこうサッカー感持ってて、うん、本当当時懐かしくて、うん、本当2人これから多分もっとサッカー界盛り上げてくれると思うんで、うん、楽しみに見てます。前園さんと、はい、いや楽しかったですね、久しぶりに2人と話せて、まあ、こういう番組だからこそこう来てくれて成立できたことだと思うんで、あとはやっぱりこう当然もう我々50なんで忘れてることもあるけど、3人で話すとこう思い出しながら、まあ、いろんな人のこう名前が出てくるっていうのはまたこういう、楽しみ、番組の楽しみでもあるんで、まあ、またこういう機会をまた我々の73年のナンバーワンのハットでも呼んでいろいろ話せたらまた面白いと思うので、うんうんうん、はい、ここからまだ順位入れ替えあるかもしれないですから、うん、まあ、いやでももうないと思うけどな、うん、70歳までに、もうワールドカップはやっぱり一番なんです、サッカー界ではやっぱそこの結果なんで、なるほど、はい、今回はこのメンバーでしたけどまた他にも呼んで話せたらなと思います、はい、すみません、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。